ということで本日は何をしていくのでしょうか。とりあえずドライブ、とりあえずドライブ。このリリウィーク明るい明るい、めっちゃ明るいよ、めっちゃ明るいよ。いつもうちらあんなにね、毎回夕方にさ、最後らへん真っ暗の中で、ね、今日はもう太陽光ですから。やばい、しかも超晴れじゃない？超晴れ。やばい、あんた天才、やっぱ晴れ女。え、私ね晴れ女。そうなんですよ。で、これさ雨女なの。そう。今日は私の力強かった。うん、強かった。前回私がね、はい、地獄運転手やったんで、そうですよ。怒号を響かせながら。そうじゃん。がやっぱ晴れなんで。そうなんですよ。コンさんにやってもらいます。はい。よろしくお願いします。任せてください。ほんで、はいはい、お腹空いたんだよね。そうだよね。朝飯食ってない？食ってない。食ってないよね。コンさんも食ってない。午後はスタバか、うん、マックかコンビニなんですけど。コンビニはないでしょ。いや、ちょっと正直なこと言っていい？え、何？ちょっとだけ二日酔い。なんか昨日寿司握ってなかったかお前。バレた、バレてるよ。私昨日寿司握って寿司握ってたよね。ちょっと話したい、話したいけど。何があったの？飲み友達でよく飲む男女たちがいるんだけど、誕生日だったの。誕生日か会で、誕生日会で、で私は結構は部外者じゃないけど、うんうん、その人たちは大学時代から仲いい人たちなの。あ、はいはいはい、私大学違うし、ただ飲み屋で一緒になって仲良くなっただけなんだけど、もうめっちゃ仲良くなっちゃったから誘ってくれたのね、うんうんうん、でそのグループたちは誕生日会を超こだわるの、うん、はい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 。で私そのメンバーの他の人の誕生日会も行ったことあるんだけど、うんうん、他の人の誕生日会はもう 4,50 人呼んで、うん、友達をそいつの、うんうん、もうなんか貸し切って、うん、しかも替え歌とかを作って、うんうん、MV も作ってで流すみたいなのとかもやったりとかするグループなの。お前の友達ってスカイピース大型企画をするのよ誕生日に。すごいね。で今回その女の人の誕生日は、うん、そのうちの人同じの誕生日で、うん、何するのかなと思ったら、はま、うんうん、寿司から、うん、レーンを借りてきて、うん、レーンとお皿と、うん、で寿司の衣装を借りて、うん、寿司作って、うん、並べて、うん、やレンタルスペース借りてさ、うん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 、やってみたいな。えぐっ、そうえぐいじゃん、うん、大型企画するんだよ。大型企画を動画外ですんだよ。そうそう、プライベートしか、ね、え高速乗っちゃうじゃん。待って一回話は高速乗るってなったらもう本当ごめんなさいね、申し訳ないんですけれども、地獄のあの入り口、地獄の入り口ってうわあの合流、合流あ合流ね、確かに合流集中しなきゃいけないから、そうそうそう、急にドキドキしちゃう、そう、うわー怖い、やばい、あーやばいよ怖い。ちょっとマジで本気出させて。え、これでウィンカー入ります、一応やっとこう。え、これ一回、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 ブラーン、ブラーン。なんか裸あれ、裸運転してる、大リーチャンネル新しくなったよ、だからチャンネル登録しないと、なんだよよろしくね、大リーチャンネル新しくなったよ、だからチャンネル登録しないと、なんだよよろしくね、大リーチャンネル新しくなったよ、絶対に登録してくれ。なんか寿司、あ、そうそう、寿司を作って、みんな年齢がその28、7だから、うん、大人は結構大人でさ、もうなんか、すごいお金使うのよ。はい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 、はい。そういうことにね。なるほどね。めっちゃ楽しくて、レンタルスペースもカラオケできてさ、はいはいはい、最高やん。寿司作りながらカラオケできて。え、最高やん、うん、寿司からして。寿司からっていう言葉はなくて。寿司からして。寿司からはなくて。楽しくなっちゃって、うんうん、お酒もいっぱい飲んでしまったので。うん、なのでなんかやっぱ私のね、うん、今までの経験上二日酔いの時に、うん、ラブラっぽいもの、あ、そうですよね、そうですよ、どうなんだろうなっていう、まあ、でも食べたいんだよ、気持ちは別に、まあ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 、まあ、そうだよね。でもやっぱスタバとかマックってやっぱ油でしかない、ね、そう、油油や、油油ですから、ね、そう、でもコンさんは今多分油油食べたいでしょ。いやでも昨日の夜ほんと3時とかに、あの博多ラーメン食って、え、油の層こんぐらいのやつ、え、
だから、まあ、油油じゃなくていい。油油じゃなくていい。油油油。なんかめっちゃ食べるようになったんだじゃん。え、そうだよ。やばくない？うん。いいことだよ。いいことだよ。夜中にラーメンなんてさ、食べてなかった。え、そうじゃん？ね。ちゃんと作って、あの鍋で湯沸かして。作る。ね、やばくない？よかった、みんな。そろそろコンサー太ってきました、ね。太ってきますよ、夏に向けて。そろそろ太ってきますから、じゃあ。はい。なんかね、同じぐらいじゃないですか。そう、揃えてほしい。そう、揃えてほしいから、こっちも困るからさ、そうだよね、私はもうちょっと痩せる努力するから、うんうん、コンサートはもうちょっと太ってほしい。だよね、だよね、だよね。筋トレにならないから。そうそうそう。最近、やっぱコンサートの写真をさ、外カメとかに撮ってもらうと、うん、マジでなんかトリックアートみたいになってる時あって、え、みたいな、つなぎに行くだけだよね。なんか、異様にテカってんの、こいつ。いつも。ツヤ肌って言って。あ、ツヤ肌だ。ツヤ肌なの。ツヤ肌だもんね。ツヤ肌だし、うん、なんか、すぎてなんかトリックアートで、うん、びっくりしちゃう時があるから、たまにね、たまにすごい時がある、たまに本当にすごい時があるから、うん、笑っちまうからさ、そうそうそう、やっぱそこ揃えてもらわないと、ね、そうだよね、やっぱこのリリは均等でいかないと、そう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 、ずっとねこの右腕脱げてないの怖くて利き腕だからさやっぱり、ね、そうだよね、怖くてずっと脱げてないよね、そうしかもなんかこの袖口きついんだこの服よりによってさはい、ということで、はい、うん、パーキングエリア寄ってご飯食べたんで、はい、スタバ買って戻ります。戻ります。戻りません。あ、山梨に向かいまーす。せーの、私はソイラテ、皆さんチャイティーラテ。食後の運転マジ危ないですからね。寝ちゃう？寝ちゃうかもしれませんから。ちょっとガチ気をつけよう。また暑くなるんじゃない？そうだよ。そうだよ。だからもうちょっと準備してんの。うん、そう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 。ほな行きますよー。お願いします。レッツゴーレッツグ。また合流きます。うわね、そうじゃんか。寄ったってことはそうじゃんかや。泣いた。引くよあんた。シャキア入れてくよ。いけるよー、いけるよー。え、見えない見えない、怖い。いける？いけるね。はい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 。あ、余裕だ。余裕じゃねえかや。なんだよ、ちょろすぎじゃん。ちょろすぎなる、普通に。普通に。じゃあ言ってよ、まずここの堀簡単ですよみたいな。今のね、あのナビってね。そう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 、次あ、てかさ、ポンさんとさ、うん、ウユの動画がバズってるんですけど、今、TikTok。バズってんだ、あれ。あ、そうなの？うん。あ、でも結構なんか、みんな結構名称してくれるなとは思ってて。そうだね。あ、バズってたんだ。あれ結構なんか、ずっと私が、うん、まあ、TikTok に、うんうん、カッパのね、猫ちゃん、ウユ、はい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 、いるんだけど、うん、ウユとポンさんの絡み、うん、スタンスティックとかに、はいはい、あれすごい私の中お気に入りの動画で、うん、ずっと言ってもおもろいから、最初それに乗っけたんだけど、うんうん、結構みんなの反応が良くて、あ、良かったんだ、 DM の、はいはいはい、なんであこれ結構、しかもなんかリア友とか、うんうん、インフルエンサーの相互フォローの子、うんうん、だからもうなんかリアクションが来たんだよ。え、嘘。だから、うん、なんかこれいけんなって、うんあ、これいけるやつだ。あ、これいけるやつだ。で、TikTok 載せたら、やっぱり。あ、やっぱ案の定ね。案の定。そうだよね。気になる方はね、私の TikTok 飛んでください。うん、でも多分、なんだけど、うん、なんか YouTuber の方なんていうの、え、クラえ、クラあとね、その後多分明るい。明るい。明るい、明るすぎ。いや、で、その、なんか YouTuber ってさ、なんか結構カメラとかでさ、いつも撮ったりするじゃん。え、うん、だから、え、クラそして、そして、明るい。で、だから、YouTuber って一眼の子とかでさ、うんうんね、いや撮るやん。うん、クラあれちょっと。で、明るい、明るい、明るい。しょうもない。しょうもない。一生喋れない。ずっとトンネルなんだけど。え、もう構わずやっていい。いいよ。そうそう。だから、その YouTuber の子って一眼とかで撮られるから。クラッ。お前って裏切らねえ。裏切らねえんだよ。
他にもね、あるんですよ。え、何？ポンさんかける動物の動画。え、あるっけ？そんなにいるが、ちょっと載せていこうかな。コレクションみたいなね。シリーズ化していくっすか？シリーズ化していこうかな。ありだね。やっぱ暑いよね。ちょっと暑いよね。太陽の日がね。夜の蝶、蝶、あ、長みたいなね。え、それこそ夜のおさん、ダサ。蝶々の蝶ね。あ、そういうことね。もう綺麗にさせてよ。ほんとおさんだよ。夜におさんおらんやろ。いや、まとめ上げてるのかなみたいな。もっといるでしょ。私じゃない人が。夜に。キャバ嬢のことか夜のちょっと言いますけど、ああなるほどね、同じ感じで同じにするなよお前。キャバ嬢の方と一緒にするなよお前。夜行動するって夜行性という意味だけで言ってる。ああなるほどね。ちょっと綺麗に言いすぎた。夜のガでじゃガでガなら OK です。ガなら OK。 ガなら OK。 夜のガ。口ずさみたい。口ずさみたい。だからウイスキーを。いやなあだよ。わかんないもん。ウイスキーしか。ウイスキーしかわかんない。ウイスキーしかわかんない。あ、ありました。なんですか。コカコラマシタ。コカコラマシタ。テルルテルヌロベ女。コカコラマシタ。しかわかんないよ。自然だな本当に。やばいね。なんか元気になってきたもんね。うん。やっぱデトックス、デジタルデトックス。うん、あ、それよ。あ、そう。ずっとしたいって言ってたもんね。そうそうそう。デトックスしたいって。じゃあ今日は、うん、マネさんに、うん、社長に、うん、ゲで預けましょう。じゃあ今日は。マネさん、うん、社長に、うん、携帯を、うん、預けましょう。あれ？なんか早すぎてもう聞こえないんだよね。耳が聞こえ、なんか聞き取れない。早すぎて大かぶりしてるし。ゴビと。まあ、そうだよね、そうだよね、そりゃそうだよね。びっくりした、なんか時止まったかと思った。なんかよく AV とかでやるパチッみたいな。泣いちゃった泣いちゃった。泣いちゃった泣いちゃったよ。ほらこらおもろ。おもろ。え、でもさ今日はいけるくない？え、携帯で出てますよ。まあまあまあ、確かに。いけそう。え、今日、いや、じゃあ分かった。着いてからにしよう。着いてから考える。え、違う違う。考えるわ、今。携帯は話したくない人。着いたら預けようって話をしてんのよ。はい、まあじゃあということで、はい、今日は天気がいいからか、うん、すごく、うちらの調子もいいってなんか。めちゃくちゃ調子いいよ、今日。はい、じゃあ今日なんか。え？あ、やばい！すごーい！富士山両津かき分けながら。日本の一番高い山、その名も、マウント富士。ダンルダンルしかも言い方がさ、これが、日本最大の山、マウント富士。歌マウント富士。マウント富士見たいという方は私のブログまで来てください。はい、絶対に。グランピングの様子は、はい、私のブログで流すので、はい、ぜひ見てください。で、今日こちらは天気がいいので、はい、すごく調子が良くて、ほんまにね、はい、トヨタカがたくさんあるので、はい、このドライブ動画はここら辺で終わりたいと思います。
来て話したいことがいっぱいあるんですからね。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。男の話せーの、わこのリリウィーク、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 このリリウィーク。